武州市は中華人民共和国厚生省に位置する地球市。厚生省の中東部に位置し、高部下、地、上尿市、南昌市、木原市、吉安市、関州市、福建省と接する。地域を名津川が貫く。257年、臨戦軍が設置された。南北朝時代梁は臨戦軍の一部に巴枝山軍を設置した。589年、 林仙軍及びともえ軍に新たに武州を設置、公衆総管府の管轄とし、武州の初見となった。五代十国時代になると、秋武軍と解消されたが、総長が成立すると、武州と賢省軍に分割され、江南西寺の管轄とされた。現代には、武州路、賢省寺にそれぞれ改変、別に、南豊州が設置されている。1363年。 武州路は、臨戦府と解消されたがまもなく、武州府とされた。同年には、憲章寺も、上昇府と改められ、さらに、憲章府とされた。明朝が成立すると、元政の武州府、憲章府を継承、新末まで添い重ねされた。1913年、中華民国政府は、不正を廃止、厚生省には4道81県が設置され、 キューブ修符及び立てマサフの各県は予想道の管轄とされた。1916年に未知制は廃止、各県は構成上直轄とされたが、1932年には行政正しさつく制度が施行され、キューブ州府検証府管轄県は第5、7、8、11区の管轄とされ、1935年の行政区画変更後は第7区とされた。 孔正県を除き、第8区の管轄とされた。1930年以降、中国共産党は、はじむ川、死刑、孔正、南豊、よろしき、楽安の各県に、ソビエト政府を樹立、省を呼び、厚生省の管轄とされ、1932年7月には、東合白一帯に、ソビエト政権を樹立し、東北省の管轄とし、 第二次国境合作まで独自政権を樹立していた。その後の国境内戦の結果、1949年5月9日に共産党は武州の実行主配権を確立、7月1日に武州文区を設置した。1950年9月13日に武州文区は武州区と解消。 1952年8月にはさらに、武州選区。1967年3月には、武州地区。1968年2月に、武州選区。1971年1月22日に、武州地区と改称された。2000年6月23日、地球市への改変に伴い、武州市の設置が決定され、10月20日に、武州市人民政府が成立した。 下部に西勝区、く、旧県を管轄する、武州仙区南城仙区武州地区武州市。ありがとうございます。